おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1135です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回はロボット魂はロボット魂なんですけど、ちょっとお高いロボット魂。で、さらに、そのロボット魂の中でも違和感感じるからっていうね、まあそんなやつを紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちら、まあメタルロボット魂の魂エブショーですね。で、メタルロボット魂っていうのは一応私のね、動画の方では2回目の登場ですね。1回目が確か XS が、メタルロボット魂だったと思っております。もしかしたら違ったかな。一応それのまあ2回目っていうかね、2体目の紹介という感じかな。で、そちらの中でもさらに違和感感じるこちらですね。ナイトガンダムリアルタイプバージョンってやつですね。で、ナイトガンダム自体は過去に SDX ってやつで2つ紹介しております。まあある意味3つとかちょっとなってしまいますけど、まあ通常ナイトガンダムは今まで2台ですね。片方がまあ列伝版ってやつで、ちょっとね、今までカード出すとかで出てたやつはちょっと違和感感じるアレンジのバージョン。それと、まあ馴染みのある方の、まあカード出すの、まあイラストとかで、ね、そちらの方のナイトガンダムってことで2台やっておりますね。それのある意味3体目みたいな感じで、さらにリアルっていうね、ちょっと変わってる感じですね。で、表がこういう風になって、こちらにメタルロボット魂、ナイトガンダムリアルタイプってやつね。まあ、こちらですよという感じです。で、こちらに関して、ここのところに、まあ、いつもというね、伝票が貼ってないっていうのは、まあ、おまとめにしてるからですね。なので、外箱もきれいに取っておきたい方は、まあ、おまとめがいいかな。で、さらにこちらね、輸送中にちょっとね、どっかポンってぶつけたとか、なんかあった時に、こちらへこんだりする。で、さらに水がね、雨降ってる時とかだと、この隙間から水入って、中の箱にね、ダメージがあるっていう可能性もありますんで、一応こちらね、綺麗にしておきたい方は、やっぱおまとめ。同じ月の発送にする。または同じものを2個買っておまとめにするとかね、そっちの方がいいかなというふうに思います。はい。ということで、これ、いつもの通り、ここから開けていきますけど、テープですね、こちらカットだけしてあります。では、レッツ、オープン。はい、輸送箱から出したのがこの状態となります。メタルロボット魂のナイトガンダムリアルタイプバージョンってやつですね。で、こちらの横とか、こちらのメタルロボット魂の文字、下の SD ガンダム外伝は普通でしたね。一応この辺のナイトガンダムとか書いてある、この辺の字がね、銀の白押しになってますね。だから非常にキラキラして綺麗な感じですね。で、箱自体も前回紹介した水中用ザク、あれだとね、ちょっとね、ツヤツヤしたような感じですけど、ちょっとね、マットな感じになってますね。こういう部分もちょっと違うという感じですね。で、こちら、リアルタイプナイトガンダム。以前紹介した SDX のナイトガンダムですね。あちらをちょっとね、思い出していただければありがたいんですけど、あれと同じポーズをとってるんですけど、リアル感が違うっていうね。はい。一応ね、こんな感じのリアル投資になると、こういう感じになるんだねっていうのが、まあ、なんとなく分かっていただけるかなというふうに思います。で、側面がこうですね。まあ、こちらに関しては、まあ、基本的に今までのね、ロボット魂と同じ感じで、まあ、すだちの状態でこういう風になっているという感じです。で、裏がこうで、まあ、こういう風にね、シールドあって、ランス持って、まあ、こんな感じにできるよと。で、剣もこんな感じで、マントだよね。こんな感じのついてるよと。で、この上のところっていうか、この時で、まあ、ランスをこういう風にね、マウントすることもできますし、まあ、いろんなね、こう、胸部とか、この、膝の部分とかにもクリアパーツかな、なんか使ってそうな感じとかね。これはなんとなくわかるかなと。ただ、多分このね、バイザーは多分降りないんじゃないかなっていうふうに思っております。それはちょっとね、実際の商品触って、まあ、どうなのかなっていうのも確認していきたいと思います。で、さらに反対側。まあ、反対側は特になんもないですね。で、上がこうですね。上と、下というふうになってます。ここの部分とここの部分も違うようになってますね。一応こんな感じのものとなっています。はい。ということで、ここからですね、開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。ナイトガンダム本体と、後編の手首パーツと、シールドと、ランスと、マントですね。で、剣と、ここになんか入ってるっぽいんですけど、ちょっと光の反射で見えないんですよね。で、ここ二重になってて、裏にこういう風に、まあ、ディスプレイのこうやってベースがついてきたわけですね。で、こちらに関しても、ナイトガンダムという風に書いてますね。で、上のところになんか短い支柱がついてきてるって感じですね。まあ、いつものやつの、まあ、一本短いやつっていう感じかな。それがついてきてるという感じですね。はい。なので、こちらね、これを買ってしまえば、他にね、魂ステージを用意する必要なく、立たせることができるという感じですね。そして、説明書がありまして、セット内容としては、まあ、説明書と、まあ、ナイトガンダム本体、後編の手首、マント、ナイトソード、シールド、
デンジスピア、デンジスピアですね。で、デンジスピアのジョイントみたいですね、ここに入ってるのが。それと支柱と台座。はい。で、手首の種類もこういうふうに載ってますよと。で、マントっていうかね、この本体の組み立て方として、マントの付け方、デンジスピアを引っ張り外して、どうにかして、こうつ、あ、これか。中間ジョイントの付け方が、中間ジョイントに上からバチンってつけるんではなく、中間ジョイントをなんか挟み込むみたいなイメージみたいですね。これとしては。そういう風につけてあげて、このマントのね、この接続部分に差し込んであげるよと。で、本体の可動としてはここのところがこうなってて、電磁スピアに関してはちょっとこのグリップっていうかね、握り手の部分がちょっと伸縮するみたいですね。で、爪も開くし。で、ナイトシールドはこんな感じで、ディスプレイはこうですよという風になっております。ちょっとこちらを見る限り、ディスプレイベースの方に、まあ、支柱を差し込むと。で、差し込むときに、キャップが1個はみ出てしまうみたいですね。そのキャップは多分完全に余剰品なんで、ここに書いてますね。紛失注意ってなってるんで、これ、裏側かどっかにね、ちょっと、マウントっていうかね、なんかできるようになってればより良かったんじゃないかなってちょっと思ってしまいますね。で、裏は真っ白という風になってます。はい。ということで、このケースですね、ここから出してパーツ一式全部ザッと準備したいと思います。はい。パーツ一式並べ終わりました。付属のベースと支柱ですね。マント、交換用の手首パーツ、電磁ランス接続用っていうかね、ジョイント、まあ、マウント用ですね。マウント用の中間ジョイントパーツ、ナイトシールド、ナイトソード、電磁ランス、そしてナイトガンダム本体という風になっております。はい。で、手首のね、ここのところ、まあ、これで説明すると、このトゲトゲついてるこいつですね。これ、動きそうなんですけど、これは動かないですね。なので、手首パーツ交換とか、まあ、動かしてるときにこいつがね、クラ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 するっていう心配はなさそうですね。ただ、これ、動いて、まあ、グーとかにしたときの、このナックルガードみたいな、そういう風に動いても面白かったかなって感じがちょっとありますけどね。一応、こういう風に付属しております。ということで、手前の方にね、パーツ全部ザザッと寄せてしまいまして、よいしょと。はい。ナイトガンダム本体となっております。一応この状態でぐるり回しますね。ぐるり回すとこういう感じ。で、メタルロボット魂ということで、やっぱりね、要所要所、まあ股関節とかかな、に金属がまあ使われているということで結構ずっしりしてますね。ただ、全体的にズンって思っているよりは、多少重いかなっていう程度かな。だから軽い部分は非常に軽いんでね、その辺がちょっとバランスがどういう感じなのかなっていう感じですけどね。一応、そんなに重たい感じはしないです。ということで、可動範囲いきたいと思います。まあ、頭部に関してですね、左右。はい。これ限界ですね。左右の振りとしては、どうしてもこの襟の部分とかね、この部分にちょっと突起が出てるんで、それが当たっちゃってますね。で、この根元の部分で結構動くんで、上向きとかは結構いいんですけど、首、元がね、結構後ろの方にガッといっちゃうんで、こう上向けた時にちょっとバランス変じゃねって感じがしますけどね。一応こういう風に動かすことができると。あともう一個言えるのはね、こう上に動かした時にこのトサカのこいつですね、後ろのところがこのピューっと来てピョンって上がってる、これがね指に刺さる、痛いですね。一応こういう風になってます。で、こちらやっぱりねバイザーというか、これはやっぱ降りないですね。これ固定となってます。で、腕はぐるり回りますね。まあ肩はこの肩はね、腕側についてるんで全然問題なしと。で、水平までいかないね。で、肩アーマーに関しては、こちら3段、1、2、3枚あるやつも、これも動かないですね。これがもし内側にパチパチって倒れてくれると、これがね、干渉回避になったんですけど、うん、ちょっと当たるかな。で、一応根元の部分もグッと動かせるんですけど、あんまり変に動かすと、この角ですね、これに、ここら辺が当たっちゃってね、破損、傷の原因なんで、ちょっと注意が必要ですね。あと、これ箱から出したばっかりなんで、ちょっと渋いっていうのと、あと油がついてる感じしてぬるぬるしますね。で、根元のここでロールできて、肘は、あ、二重じゃないんですね。ここまでかな。うん、一応二重関節じゃないんで、うん、やっぱこれが限界ですね。だから90度よりまあ曲がってるけど、もうちょい欲しかったかなって感じですね。で、手首に関しては、ここの部分で、あー、これあれなんですね。他のロボット魂と違って、ジョイントではなく、ここからボールジョイントのプチっていうのが出てるだけなんですね。なので手首のここでのみ可動って感じですね。もうちょっとね、可動範囲広いものでも良かったんじゃないかなっていう感じしますね。で、左右同じと。で、腰はここで動かせるのと、こういう風に胸部のここで曲げれて反らすのは腰だけなんですね。うん、だから内側に曲げるのはここのポイントで曲げて、で、反らせるのは腰だけという感じですね。だから、うん、思ってたよりは狭いかなって感じですね。で、左右はここで。
これ根元のところでボール状態で繋がってるんで、こういう風に動かすことができます。リアアーマーは、まあ、1枚ものなんですけどね、ここで動きます。でフロントアーマーに関しては説明書にも載ってたんですけど、ここ二重になってるみたいですね、ここが。なのでグイッと前に出したりすることができると。でグイッと出して上に跳ね上げることができるんで、足の可動域の確保もできるよという感じですね。で足の可動域に関しては根元の部分、まあ、金属になってますけどね、ここのところでボール状と接続と。でロールもできて足も、まあ、90度っていうか二重関節になってるんで、こういう風に曲げれますよと。一応ここまで曲がりますね。で膝とか胸部のこことかはクリアパーツではなく塗装でしたね。赤メッキっていうか、そういうようなね、ちょっと光ってる感じに、まあ、塗装されてるという感じですね。あ、腰のここも一応これ分かりますかね、根元のここのところからつながってる、こいつは独立で動くみたいですね。一応こんな感じとなってます。であと足首ですね。足首に関してはここで動いて、つま先は動かない。なんだろうね、なんかもうちょいっていう感じかな。やっぱ他のロボット魂、あのバージョンアニメシリーズをいじっていると、あそこ動いたのに今回のこれ動かないんだねって思う点がちょっと多いかな。まあ一応こういう風にリアルアレンジで出たっていう部分に関しては、まあなかなか面白いんですけどね。やっぱり可動範囲でちょっと考えてしまうと、通常のロボット魂の中でもバージョンアニメ、まああちらと比較するとちょっと狭いかなって感じる部分がちょっと多いかな。一応こんな感じです。で、まあ、付属品関係の話になっていくんですけど、まずはマントつけようかな。でマントをつけていくんですけど、そのマントがこちらになってて、このマント自体はそのまま上からつけるだけなんですけど、これ再度こうやって開くことができるんですね。であと根元の部分でこうやって動かすことができると。ただこうついてここまでしかいかないですね。もっとグッと上がるかなと思ったんですけど、そこまでいかないみたいですね。でこのマントは上からこうつけるよと。でつけるときにこの角ですね、このアンテナ部分に関して上からこうつけるときにバチンって引っ掛けると折れちゃうんで、後ろからこう差し込む感じなのかな。で下に下ろしてあげて、この根元のここだね、ここの黒いやつ、このところで穴開いてるんで、そこにサクッと入るだけですね。まあ、上から、まあ、荷重がかかって固定されてるって感じですね。一応こういう風にすれば、まあ、マントありの状態できるよという感じです。でちょっとこの状態だとちょっと安定感がね、まあ、あのいまいち悪い時もあって倒れそうになるんで、さっさと台座につけたいと思います。でこちらの台座、この裏のところにこれね、キャップがあるんで、こいつを外すんですけど、こちら外すときに、ね、最初からこれでピンで押した方が早いかな。こうするとキャップが抜けると。でこのキャップはどっか裏側にこうやってね保持させるわけではないので、完全に余剰品となりますね。なのでこれ紛失に注意というふうになってます。一応こういうふうに台座ができたら、一応こう股のここなんでね、ここのところに差し込んであげるよと。でこれまっすぐ差してしまうと多分、ぴったりはぴったりなんですけどね、ぴったりっていうかね、ちょっと長めなんですけど、ここの台座の後ろギリギリに立ってしまうんで、こうちょっと前に出して調整してあげるって感じかな。それでもちょっと前気味ですね。あ、まあ、後ろか、後ろ気味ですね。ちょっと前の部分が結構余っちゃってるんで、もうちょっと前に来るような、そういうような、まあ、設計でも良かったんじゃないかなと。まあ一応台座た、まあ、つけて立たせると、まあこんな感じですね。では、これから付属品関係つけていきたいと思いますけど、まあランスはね、電磁ランス後ろにつけたいと思います。でここのところにある穴ですね、そこのところに中間パーソナル、こいつをここに差し込んであげまして、でここに対してランスをこのままバチンとつけるんではなく、ここのところで外れるよと。でこの時に軸がすっぽ抜けてどっか飛んできそうな感じしましたけどね、まあ、一応こういう風にいきますと。でこちらをこことここで、まあ、挟み込んで固定してあげると。でその際にここの中の構造ですよね、こちらの部分の今こうやって分離させたこれを、まあ、考えて、まあ、つけなきゃいけないんで、こういう風に、はい、あらかじめ考えておくと。だからここで差し込むときにこうやってひねってしまうと、こちらの中間パーツの部分の、まあ、傷、あとランス自体の傷にもつながってくるんで、つける位置を、まあ、なんとなく把握してて、最終的に探るみたいな感じの方がいいかもしれないですね。で伸ばしてしまってるこいつは縮めて、こういう風に収めてあげると、はい、こんな感じで背中にマウントすることができると。だから一旦この電磁ランス分離して挟んで、まあ、戻すって感じなんで、そこだけかな、めんどくさいのは。そして、腕ですね、腕のところ、こういう風に見ていくと、ここら辺に、付属のシールドですね、これがここのところにパチンと挟まる感じですね。ただパチン
ていう、まあそこまでがっつりっていう感じじゃないですね。一応パチって止まりますけど、バッチンって止まっても取るときにもう壊すんじゃないかなっていう勢いではなく、結構軽めにパチンって入ってるんでね、全然問題なさそうですね。で、付属のナイトソードがここに入りますよと。はい、一応ここにしっかり収まる。ただ下これではみ出ちゃうんだよね。一応普通につけるとこういう感じです。まあナイトガンダムっぽいね、うん、やっぱりリアルはリアルですけど、いいね、いい感じにまとまっております。で、このナイトソード、こちらに関してはまあここからね抜きまして、付属の手食いパーツ、こちらに関してはとりあえず普通にね、まあ普通に持つやつですね。で、それ以外に親指がこういう風にこうなってですね、こういうやつも左右ついてきてると。それがまあこっち側ですね、このタイプとこのタイプと。で、一応こちらに関してですけど、親指が立ってる方ですね、この親指が立ってる方が電磁ランス、通常のやつが普通のナイトソード用みたいなんで、こちらをつけていくんですけど、ナイトソードに関してまあいつもの通りですね、このところが抜けて持たせるっていうよりはいつもの通り強引に、まあ、持たせると、ブスッとやって強引にグイグイってやって持たせるって感じですね。うん、こういう風につけることができると。そしてこちらのところから手首を外す。そして今用意したやつをそのまま差し込むと。はい、こういう感じでつけてあげる。お、ボリュームがいいね。こんな感じです。長さもちょうどいいですね。もう長すぎず短すぎずっていう感じですね。一応こういう風にできると。ただシールドに先ほど収めた時に下が出てたんで、それが気になるっていう人は、じゃあこっち短くすればいいじゃんと思うんですけど、実はこれシールドはね、天外ギミックがありまして、これ外せるんですよね。で、一段落とすことができるんで、先ほど見えてた部分が多分この辺ぐらいまでね、剣の先っちょが出てたと思いますけど、それを覆うことができるんで、露出部分がちょっと減るって感じですね。そうするとこういう風に、ね、長めにした方が、まあこう手に持たせてね、やった時のバランス的には結構いい感じなのかなという感じですね。こうやってとりあえず構えることができます。で、これと同じ要領で手首をこれから外しまして、で、親指立ってるんですね。それをちょっと用意しまして、ここにつけてあげるよと。で、この状態でランスを持たせるときには、こちらをそのまま上に抜くんではなく、こっから一旦スポッと抜きますよと。して、こうやって戻してあげると。ちょっとこれが手間かな。で、この状態で持たせると、今度このね、持ち手が短いんで、これをね、下の方にギュッと伸ばしてあげると、こういうふうに長めにできると。で、さらにこの根元の部分が展開できるんで、こういう形にできるとね。そしてこの状態でここに、まあこれもね、先ほどのナイトソードと一緒ですね、強引に持たせてあげると、一応こういう感じで、まあランスも構えることができますと。で、ついでにこの時にね、このシールドの時にこちらのね、先ほどまで使ってたナイトソード、ここから手首外してここに収めてあげますよと。で、これ今ちょっと手探りやっててちょっと怖いんですけど、これ内側のこのホルダーの部分ですね、ここのところでナイトソード内側で結構削れるっていうかね、擦れることによって傷つく可能性があるんで、一応ね、つけるときにはまあ確認しながらつけた方がいいですね。で、先ほどここ結構見えてた部分があまり見えなくなりましたね。こういう風にできるよと。で、マント自体も外にグッと跳ね上げて展開できると。じゃあ一応こんな感じにすることができると。うん、リアルタイプなかなかよろしいですね。で、あまり言ってなかったんですけど、手首に関しては持ち手以外にこういう風に平手もあるんで、それに合わせてポージングすることも可能と。で、以前の SDX のナイトガンダム見ていただいた方は分かると思いますけど、やっぱりナイトガンダムといったらバイザーが降りるとかね、ナイトソードがある、シールドが、ランスが、マントがっていうよりも、やっぱりケンタウロス形態ってやつですね。実はこの後ろ側に足みたいなのがあって、それを展開すると、まあ、4つ足ケンタウロス形態にできるんですけど、今回のリアルタイプないんですよ。それがそこだけかな。やっぱりもともとナイトガンダム知ってる人にとってはケンタウロス欲しかったギミックではあるんですけどね、今回はこれはそういうのが再現されてなかったんで、そこの点だけちょっと惜しかったかなっていう感じかな。それ以外に関しては結構ね、リアルになかなか、再現されてるっていうかね、いろいろアレンジ聞いてて結構かっこよくまとまってるんですけど、やっぱり最終的にやっぱりケンタウロスの、ね、そこの部分もちょっと欲しかったかなっていう、贅沢を言うとそんな感じですかね。あとはこのね、ナイトガンダムっていうのは一応全部でまあまあ3種類だよね。通常のこれと三種の神器、まあ、霞の鎧、力の盾、炎の剣っていう3つこれを装備した状態の青いやつですね。それとバーサルナイトっていうのがあるんで、もしかしたら今後その残りの2つが展開するかもしれないですね。それプラス、例えばこれが出て、まあ出てますよね。で、その三種の神器装備バージョンっていうのが出たら、
この三種の神器バージョンにはこのね弓矢があったりするんですね。となるとこの二つ用のオプションパーツみたいな感じ、例えば今回だとこの剣を振った時のこの斬撃エフェクトとか、あと後ろに取り付けるためのケンタウロスユニットみたいなやつとかね、あとは三種の神器のやつだとその炎の剣のエフェクト、あとは弓矢とかね、なんかそういう風にオプションパーツセットっていうのが別途出るような気がしております。なのでね、出たら非常に嬉しいなって思いますけど、あとはこれの展開ですね。こっから次のやつに行くかどうか、まああと敵側のね、あのサタンガンダムとかね、ブラックドラゴンとか、そちらの方に行くのか、これで終わってしまうのかね、ちょっと、これなかなか面白かったんでね、ちょっとシリーズとして展開してほしいかなと。で、ナイトが出たんだったら、やっぱり今度は武者。で、さらに、あの、コマンドとかね、その辺の、まあ、普通に SD ガンダムとして展開してたやつ、それのリアルバージョンということで、こう、進んでってくれても、なかなか面白いかなというふうに思っております。はい。ということで、今回はこちらのメタルロボット魂。こちらの、まあ、ナイトガンダムリアルタイプバージョンですね。こちらの方を紹介していきました。はい。ということで、次回ですね。次回は久しぶりの変形もの、トランスフォーマー系ですね。そちらをやっていきたいと思います。で、さらに言うとね、マスターピースっていうね、ちょっとリアル系って言いますか、お高い系と言いますかね。そちらの以前出てたやつがね、再販みたいな形で新しく、まあ、リニューアルではないですけどね、出たということで、そちらをね、ちょっと紹介していきたいと思っております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。